さんこんにちは、キャラメルちゃんです。今日もに行きます。イエちょっと見てほしいよ。何が？はい、そこに何のマークが書いてあるでしょうか。うさぎ。母ちゃん、父ちゃん、さっき父ちゃんに言おうとしたんよ。なんて？これうさぎあるよって。うさぎあるって言おうとした。わ、いいじゃん。できました。テントがね、できましたよ。できました。で、これが作った T シャツです。じゃん。こっちがね、女の子用のあのブライス T シャツっていうかな、こうなんかシュッてしたような感じ。キャラメルちゃんがそれとあとはタオルです。これも結構いい感じなんじゃないの。ねえ、綺麗になりました。卵焼きさん、よし、じゃあキャラメルちゃんにちょっと声かけてもいい。タオルだよ。あ、いいんじゃない。わ、とんかつ、とんかつ近いです。じゃあ一応テントもできたから川行こうか。みんな着替えんといけん。たこ焼き君が落ちました。よし行こう。キャラメルちゃんだよ。川に行きますよ。はい。おたらだった今日ミニーちゃんが超並んでる。カエルがおった。カエル、赤ちゃん。カエルさん、さんが大好き、ね、かわいいね、女の子に。ピンクのカエルさんのかわいいの、女の子に。父ちゃん、水中カメラって中に入れたもんね。かっこいいよ、持っていく。無駄な、うん、レッツゴー。レッツゴー。テントがあるとこですよ。僕もじゃあ、なんかお手伝いしてるか。父ちゃん食べてもいい？いいよ。うわ、ほとんどなくなってるわ。あれあとちょっと？もうちょっとかな。ね、楽しみね。父ちゃん何言っちゃうかな？
これはね、テントよ。今日はね、この中でねんねするけんね。こっちは？こっち側に、布団が入ってます。で、こっち側にエアベッドなんで、こっちは？そっちは入れんかな。なので、こっちに2人、こっちに2人で寝ようと思います。ということで、このテントは多分やっぱり4人用って考えた方がいいんじゃないでしょうか。行くよ。あ、ちちちちちちち。ちょっとがいい、ちょっと。ちょっと？あるんだ。立たせて。立たせてがいい。もう全部かけんと。こんぐらいとこうか？全部かけるね。うん。ここに埋まるぐらいで。重いかな？重いの？うん。また後で食べるかもしれない。ああ、そっかそっか。おかわりでね。スーパーセンターのね。スーパーセンター。どれてる知ってる。美味しそうね。一応。おいしょー。はい、次は、次はシーマ。どっちにする？シーマがいい。シーマいい。シーマよ、シーマ。はどっちがいいかな。そうしよう、じゃあ中村屋にしようかな。あとで違う味も食べながらね、やろう。じゃあ、ねえ、お父ちゃん中村屋ね。シーマいきます。いやー、あ、お肉がすごい熱っ。わ、ほんまじゃん。じゃあ次は卵焼きさん。卵焼きさんです。卵焼きちゃんです。卵焼きさん。はい、卵焼きさん。卵焼きちゃん。チーズのやつね。これも美味しそうだったよね。ねえ、これ取ったの。わ、めっちゃチーズじゃん、それ。わー、ね、母ちゃん、ももちゃん食べたい、それ。いいよ。ちょっと待って、これ箸は箸。ももちゃんのアリーちゃん、これ。なんでアリーちゃん食べたいっていいよ。ももちゃんのこれ、こっちはどうしよう。こっち熱い？熱い。これどれも熱いよ。どれも熱かった。やっぱり食べるね。はいはい、じゃあいただきます。じゃあ白いご飯と一緒に食べるよ、これ。うん、違う、白いご飯とこう置いてきて。もうちょっこう、なんか母ちゃんご飯だけ食べるって言う。おいしい？おいしい。ご飯熱かった？熱かった？熱そうね。熱かった？渋い顔してる。何その顔。カレー食べてください、カレーを。ちょっとだけしかついてない。まあね、そうね、ミニちゃんそうなんだね。むしろ次はキャラメルちゃんが食べましょう。まずとんかつからよ。とんかつからね。はい、はい、じゃあ次はクラムチャウダー。はい、はい、これもレトルトね。はい、入れます。父ちゃんのお尻もペンペンにお掃除します。これも美味しそうだね。ねえ、何それ、グラタン。クラムチャウダーってシチューみたいな感じかね。食べたい。食べる、うん、いいよ。こうちゃん、これ出しちゃおう。どう出しよう。母ちゃんのも食べたい。もうちょっと待ってよ。出しよ。出しよ、これ。いいね。出しよ。ラーメンいる人。僕のラーメン。もう大人用の方がいいかもね、味は。確かにそうかもね。うん、美味しいもんね。大人、こっちより大人用の方がいいかも。今度が掃除だね。レトルト美味しい。もう夜になっちゃった。夜になっちゃった。体が夜になっちゃったね。なっちゃったね。夜、夜になっちゃったね。なっちゃったね。なっちゃったね。おいしい、ママ。よかった。100均の5時間。買ったのです。キャンドル。この。に入れていきます。5時間キャンドルで
やっとこうか。ここに。そっちのあの今ガスでやってるやつがあるじゃん。うん。ライト。うん。キャンドル。はいはい、キャンドルつかあのランタンね。うん。あれとあんま変わらないよね明るさ的には。こっちの100円のやつも。変わらんね。だけどどっちも綺麗だけど、どっちも明るいけどこっちの方が。ちっちゃい。明るい。あ、こっちの方が明るい？まばしさんか。鳥さんが置いとくの虫は来るんよね。あのね、光に寄ってくるよ。夜になっちゃった。夜になっちゃった？うん。しょうがないね、夜になるんだけど。そうよ。ね、夜にならんかったらもう夜よ。ねえ。お母さん。夜だけね。朝中でヤベットの空気をもう一回だけ入れてからあれしよう。うわ、すごい。かわいいママ。かわいいサギ。ウサギ女の子だ。うん。まちゃちゃちゃの。ジョーは男の子だ。ジョーはジョー好き言ったでしょ。父さんどこ来るの？うん。よいしょ。かわいいシマサギある。かわいいサギ。コーラスの時間よ。今ですね、8時半です。大丈夫よ、寝んでしょうよ。まあ夏なんでですね、やっぱり多いですよね、いろんな人がね。よし、ベッド入ろうか。寝る時間だ。寝る時間行ったら朝寝る。みんなおーい、みんなー、寝ようか。ちょっと待って、ギターとか持っていこうかなと思う時あるけど、うん、やっぱうるさいかもしれんけと思ってから持っていかんじゃん。うん、反面教師かな。でもね、そうだね、なんかこういう経験があるとやめた方がいいね。やめようって思う。あのウクレレとか買おうとしろじゃん、うん、ウクレレ買っても中でしようって。まあもしかしたら昼間だけやろ。そういうクラブなんだろうね。なんかあのコーラスみたいな。キテレツ大百科思い出しよう。お料理更新曲。あー、コロッケ作るやつね。あ、コロッケ。そう。どんなんかもそうだけど。食べ物買った方が良かったかね、やっぱりもうちょっと。そうでもない。子供らが食べた時に、私は残りを食べしまったんだけど、でも食材的には少なかったよね。今日少なかったよね。カレーと枝豆、ご飯、とクラムチャウダー、ちょっと少なかったかな。あとおやつね。電波入らんけど、ここも近くて良かったね。まあね、それさえクリアできればね。前におじゃけえだね。ああ、それもあるかもしれない。
どこまでけ、ちょっと1本は入る。あでも au と同じ回線使っとんねんね。なんでかね、ちょっと au も入らんのかもしれんけど。あ キンキンに冷えとるよ。キンキンに冷えてやがるって言わね。あの、カイジ。そうそう、いただきます。いくよ、せーの。わー、苦い苦いそう、苦いっていう人って多分ね、ベロの上を通り過ぎたらいいんだ多分。ああ、通り過ぎるよ、ベロがあるもん。あるけど、あのね、飲むときに、まあ、意識するしかないんだけど、うん、このベロの上を通り過ぎるんじゃなくて、もう一気にね、あの口に入れた途端にもう喉に行くぐらいの飲み方をした方がいい。なんか一杯目が美味しいってよく言うじゃん。うん。ちょっとガッと言ってしまったけど、ガッと苦いのが来た。ガッと苦いのが来た。でも直にね、喉に入れる感じ。喉に？喉にか。ベロにか。ベロにトロトロってくる。トロトロって言っちゃいけんのよ。勢いがないけ、飲み方に。ちょっと待って。あ、見て。星が結構出る。すごい。これもうちょっと暗くなったらすっごい綺麗なんじゃない。これはダメだ。もう写真しまってしまうだ。ではどうぞ。うん、よく。あれ抜けないんですけど。抜けないんですけど。あれ抜けないんですけど。朝ごはんは予想マクドナルドとかマックとか。ダメ？父ちゃん、ん？マックってね、うん、早い朝から開いとる。あのね、マックは朝から開いとるよ。帰ろうね。帰ろう。じゃあ、バイバイ。